ほやほやのほやです。もう一個買っちゃいました。何してるのよ。やばくない？2000円でロマン買えるの。結婚記念日、ありがとうございます。何か言わん。くさくさくさ。もうそれ。今夕方の4時なんですけど、私が今日3時まで仕事で、仕事終わって帰ってきて、めちゃくちゃ天気がいいんだよね。でもう夕方なんだけど、明日休みだから急遽今からキャンプ行くっていう。バーベキューしたかった。ちょっとここまで天気良かったら飲みたくないって話になり、サクッと近くのキャンプ場行くことにしました。行きましょうか。もうやばい、もう着いたら暗いかもしれないけど。受付5時までって言ってた。やばいやばい。5時までにチェックインしないといけないということで急いでおります。やばいよ。あと15分です。やばい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 。ゆっくりね、ケン。安全運転、はい、間に合うから。そうそう。花火大会開催とかだと、もしかすると今日キャンプ場から花火が見れるかもしれません。見れたらラッキー。聞いてみよう、管理人さんに。今日何かあるんですか。着きました、着きました。おなじみ、ワンダーランド札幌、困った時の救世主。近場。夏の方がいい説、雰囲気いいですよって言ってたよね。こちら冬しか来たことないんだけど、夏がいいらしい。え、夏やばいね。夏いいね。うわ、迷う。花火があるから迷っちゃう。あれ、セリの家なんか物置き声なセリ、なんか新しい家があるんだ。あ、そう、もっといいお家ができた。引っ越したの。今無事滑り込みでチェックインできまして、で夏初めて来たんだよね、ここ。去年の冬にドラム缶風呂やった札幌市内にあるもう最高なキャンプ場なんだけど、そして夏来たらこんななんかデッキとかあって、あそこになんかバーベキュー、多分日帰りでバーベキューとかやってんだよね、観光客向けのツアーとかも多分やってて、なんかあそこにビールサーバーとかあるけど、あれとか事前に予約したら借りれるのかな。やばいな、めちゃめちゃいい。え、ちょっと早めに来てビールサーバーやりたい。気をつけろ。冬は知らなかったんだけど、ここに釣り堀の川が、川池があって鯉釣れるんだって。いいね、落ち着くわ。どう、いる大物。なんかちっちゃい魚いない、うん、こういうの見るとさ、あれやりたくなるさ、あの千鳥のさ、大悟が落ちてきたやつ分かった続いてると思ってそのままバックノブとかあると思ったで、今一番奥の人気のサイトが空いてたので、そこにしましたので向かいます。はい、結構遠い、車で行く。そこからは花火は見れないと思うんだけど、花火の時は椅子持って降りてきていいよって言って。いや、いいわ、テンション上がる。だってさ、3時ぐらいにキャンプ行くみたいな話になって、今で、で5時、そこから買い出しとかしたからね。最高だわ。近いって最高だな。自由なんだよね、多分このキャンプ場。なんか、ゆかりのロープとかさ、至る所にあるんだよね。ここにもあるし、ここにもあるし、なんかお客さんによってはあっち向いてやりたいみたいな。ここにも3つもあるよ。なんか、自家りのロープっていうか、もう多分勝手にここら辺に好きなところに作ってやっちゃってるぐらいの、何かが燃えたりしなければいいぐらいの自由さじゃない、3つあんだよ、だって、こんなんだよ。
ドラム缶風呂やろうと思ったんだけど今日はいっぱいですって言われて、うん、ダメだった。次回だね。うん、ちょっと今一瞬見えたけどさ、靴下サンダルスタイルなの。しかもなんか小助田靴下、小助田サンダルみたいな。やめて、慌てて出てきたんだ。急がないとね、暗くなっちゃうから。釣り堀のところでのんびりしてる場合じゃなかった。ケン、これ測る、久々に。あ、いいね。早くやんないといけないから。測ってる暇ないけど。目標10分です、はい、よーい、ゴー。気をつけて、気をつけて。気をつけて、気をつけて。どうでしょう。まあまあ素晴らしいです。上出来です。今テントしか立ててないのでもろもろ今やります。薪に入ってた、こんないいのが。白樺の皮。いいね、結構豪快に。ワイルド、うん、最高です。直火いいね。つきやすいね、うん、結構蒸してるんだけどね、気温的には。気づきの方もいらっしゃったかと思われますが、はい、私たちのこのキャプテンスタックのオイルランタンがですね、数ヶ月前よりひび割れておりまして、はい、結構大事に運んでたんだけど、うん、ちゃんとなんて言うんだろう、発泡でこう紙みたいのもちゃんと入れて、そうそうそう、なんか発泡スチロールっていうか、うん、やってたんだけど、なんか割れちゃってて、でもまあひびだったから使ってたんだよね、うん、ついに先日あのパックリ割れちゃいまして、はい、でショックを受けてたんですが、なんとホヤだけ買えたんですよ、うん、こちら安い、うん、何百円、1000円とかはしない。めちゃめちゃいいじゃん。でこちらが新品ホヤホヤのホヤです。どう？うまいです。素晴らしい。今まで温めてた。今か今かと。こちら新品ホヤホヤのホヤです。ホヤ。同じサイズだよね。こちら中ですね、おそらく。リング部分を上に引き上げながら、はい、親の台座を後ろ側に倒す。おおお、大丈夫。気をつけて、剣割れてるから、ね。おお。してこちらを入れます。うん、簡単。めちゃくちゃ簡単。うん、おお、すげえ、新品にあった。ええー、嬉しい。どうだろうね、綺麗かな。綺麗でしょ。つけてみるか。それですね。こちらの買い替えのホヤを買うときにちょっとアマゾンくる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 してたらね、うん、もう一個買っちゃいました。何してるんだよ。1個でいいっしょ。これがなんと、うん、ミニなの。かわいい、かわいい。めっちゃかわいい。チビかわいい。あ、それいいわ。
それなんかあの寝室とかに持ってきたいな。これはね、安かったし、うん、買っちゃいました、すぐ。さすがの昼間けもこれは即決です。1000円ぐらい、1000円いくらって。マジ1000円台だと思うよ。だってこっちで2000円台だもん。めっちゃお得じゃない？すごいよね。どうした？かっこいい。かっこいい？うわたまらんね。ランタン見てテンション上がってる。やばくない？ 2,000 円でロマン買えるの。ロマン、ロマンを購入。ランタンで酒何杯飲める？12ぐらい。そんなベロベロ。これ友達の誕生日とかにあげたいな。確かに。全然キャンプとか趣味じゃない友達でもさ、うん、はいはいはい、とこれとちっこいオイル買って、これでちょっと癒されてねみたいな。いいかも。うん、嬉しいと思う。うわ違いますね。違いますね。うわ可愛い。このあ違う。何が？ここのこの回すとこ。くるくるが、うん、なんか違う。可愛い。おお。チビのくせにしっかりしてる。うわー何これ。いやこかい。子供生まれた。子供生まれた？おっと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 。おっとっとっと。気をつけて。おお。うわすげえ。ディズニーシーみたい。新しい仲間が増えたな。これ多分前も動画で一回出たかな。出てるよ。ナチュールのワインなんだけど、でうちらこれの白が好きで、うん、っていう話を私の友達にしてたら、うん、この間結婚記念日の時に、うん、その友達がお祝いにいただきました。ありがとうございます。フリザっていうワイン、こちらを今日で、その子がまた同じ子なんだけど、美味しいブルーチーズを買ってきてくれた、うん、今日なんかおしゃれキャンプじゃん。誰って感じ。なんか途中から動画見た人、あれ間違って違う動画見てた。いい色。どう？香りはどう？最高。めちゃくちゃいい香り。うん。君すごい座れない人なの？なんでひっくり返んの？いつも冷えた発泡剤で。気をつけてランタン、ランタン気をつけて、うん、冷えた発泡剤だよって。こう飲むぞ。じゃあ結婚記念日に。今日3組しかいない。そうだね、3組で、このキャンプ場めちゃくちゃ距離遠いから、うん、無音、うんうんうん、おお、これもうまいな。やっぱり美味しい。美味しい。わ、すげえ。食べ物を邪魔しないと思う。すごい好きだね、その邪魔しないっていう邪魔しないって言えばいいと思ってる。ズーチーズーチー。うまい。このブルーは邪魔しない、うん、邪魔しない。出ました全然邪魔しない。滑らか最高、うん、うわ
入れますか。まだ大丈夫、うん、やばいやばいやばい、うん、いやケイトがねめっちゃいい場所取れたよいいね。うわ何年ぶりだろうね、花火見れたの。ラッキーだね、ケイ。ねえ、見てみて、ケイ。あ、俺あれ好き。私ね、全部ゴールドのやつが好き。ああ、あの一番最後のやつ、フィナーレのピューバーンシャーで歩きたいな、浴衣着て。ほんとそれ1年半年とか前の話なんだけど、気になっててついにゲットしました。ローホル、ローソンで売ってるホルモン鍋、うん、あ、なんか垂れたぞ。うわサンダルにローホルの汁ついてる。かわいそうに。あ、それ臭いよ。臭い、臭ちまちま行きましょう。お尻の横刺されたかもしれないこんなところに侵入してきたのか。うわ、いや、こういうキャンプもいいよね。めちゃめちゃいいね。なんかさ、うん、仕事終わり急遽来て、うん、でもそんな丁寧に作ってる時間ないからさっとできるものにしようみたいな感じでローソンでパッとこう、うん、加熱するだけのでもうまいやつ、うん、買って。じゃあ僕の方から本日もこちら北海道の自慢札幌クラシックでございます。モスラ、めっちゃでかいんだけど。え、なに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 こいつ。テレレ、テレレ、クワガタじゃない。いや、違う、クワガタじゃない。そこに、やばいの、そこやめてよ。仕切り直しまして。いや怖かった。めっちゃでかかったよ。怖いね、今ケイト、ちょっとお願いします。ケンが慣れないことやったからか多分ね。本日も北海道の自慢、札幌クラシックでございます。こちらキンキンでございます。これですよ。やっぱビールうまいね。ローホルはもういいよ、ケイト食べてみて。いいの。うん、初ローホル。うわ、いただきます、はい、柔らかい。柔らかい、食べたい。ニラも入ってるの、ネギとか。なんか入ってるね。あ、いいね、気に入ったローホル。ちょっと俺も食いたいね、うん、うまいじゃん。うん、蚊が増えてきたので長ズボンに履き替えました。知らんよ、ケン調子こいて。そんないる、なんかあんま感じない。ちょっと刺身取ってくれ。刺身の汁ついてる足に。最悪だわ今日最悪だ。刺身出したら全部こぼれてそれが右足にかかった。さっきホルモンの汁は左足にかかったからこちら全部片方に寄っております、はい。私たちの家の近所のうまい刺身、本マグロ、ヒラメ、カンパチ、タイ、素晴らしいラインナップです。あ、うまい、うまい。まあ、本当はご飯炊いて手巻き寿司にしようと思って酢とか海苔とか持ってきたんで、うん、でもなんか今日やっぱりもうちょっと仕事疲れてもう刺身で食べて、あとカップラーメン、カップラーメンで締めようっていう、うん、こんなこともあるよね。こういうキャンプしてる人いるよね。いや、もちろんあるでしょ、うん、何も作んないんかいって思ってしまった方がいたら申し訳ないな待って、ヒラメうまっ、うん、いや、キャンプ場で食べる刺身はもう究極の贅沢かもしれない、うん、
なんか花火ってなんか夏の終わりな気がしない？うん、なんかちょっと切ないよ。まあ、もう終わるんだなって思いながらさっき見てた。多分本州の人はそうじゃないだろうね。まだまだこれからって感じ。で、9月とかも暑いよね。じゃあ、冬恋しくなっちゃう。本気で言ってる？早くない？もう冬嫌だって言ってる。息吸った時に鼻毛が凍る感じ。わかる？ケンわかるでしょ、鼻毛いっぱい入るの。鼻毛凍る感じがいい、うん、空気が綺麗なのはいいけど、鼻毛凍る感じがいいっていうのは。なんかこう、うわぁ、凍ってるね。そうそうそう。ってした時に、なんかバリ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 ってなって、なんかそれが、うわ、なんてところに住んでるんだろう、私、みたいな。ド M の考えじゃん。なんか、なんないの？鼻毛凍ってる俺とはならないかもしれない。うわぁ、最高、鼻毛凍ってる。なるね、なる、絶対ならない。最高とはなってないわ、普通に。面白いってなって。まあでも空気は綺麗だね。うん、もう俺はまだ恋しくならない。まだ夏でいいかなって。でこう開放的な感じも好きだからさ、 B さんとか俺結構好きなの。剣靴下着られてる。そうそうそう。うん、310でしょ。2個分？うん、620。中に入ってきまして、締めです。これなんか友達が美味しいって言ってたから買ってみた。シーフードのレッド、辛口シーフード。それうまそう。めっちゃ初めて見た。なんかランタンいっぱいあるとさ、リッチな気分じゃない？なんか気分が明るくなるね。このチビめちゃめちゃいい。チビかわいい。これもう一個ぐらい欲しいね。いいサイズだ。チビ堂々の一人一個ずつでございます。基本俺らってさ、二人って一個なんだけど、ちょっと今日はね、あんま食べてない。食べてないよね。チーズとホルモンと刺身しか食ってない、なんかこぼれてる。よし、何？意外と10時だ。だって5時に来たんだよ。すごい楽しんでる気がする。5時に来といて、こちら12時に着いても結局この時間に閉めてるでしょ。あーなんかいいね、仕事終わりに急遽来るキャンプは。いいね。炭酸水飲むっけ？あんの？あるよ、レモンの。いいねいいね、めっちゃ飲みたい。お酒は終了しまして、カップ麺と炭酸水です。あーいいね、これうまいんだよね、めっちゃ。最近ハマってウィルキンソンのレモン&ライム。なんかレモンサワー飲んでる感じがする。普通に無糖で、ただの炭酸水にレモン風味みたいなやつだから、めちゃめちゃいい。飲みやすい。ぬるい。キンキン。へえ。うわめっちゃうまい。うわ。うわうまそう。うやば。ノーマル。これノーマルなのかな。あっさり美味しいって書いてるけど。ごめん、それケン、あっさり系のやつだ。あ、まあ、うん、その方がいいわ。罪悪感なくて。いただきます。どう？いい。いい。うん。これはこれでいいね。めっちゃうまいわけじゃない。うまいけど、なんかそのシーフードに一味を加えた感じっていうか。辛いだけなんだ。うん。確かに普通にシーフードヌードルに一味が加わったっていう。うまいよね。うん、うまい。うまいけど初めて食べたみたいな、うん、わけじゃないじゃん、うん、最近あのひぬま夫婦の動画見て食べに行きましたとか、うん、
今夫婦が美味しいって言ってたので買いましたっていう風に言ってくれる方が増えてきて、私たちも食レポには本気を出しておりましてうまいんだけど結構うちらリアクションでかいから、うん、なんていうの、結構オーバーになっちゃう時もあるじゃん。ある。毎回クラシック飲んでるのにさ、うん、うまーってなっちゃうから、うん、でもそのクラシックはうまいんだけど結構温度をしっかり調整しないとみんなの参考にならなくなってきちゃうじゃん。美味しいって思ったやつしか動画には出してない。これそんなに超おすすめするほどのものじゃないって思った時はそんなにだねって言うのってさ失礼でしょ、うん、作ってる人が必ずいるから。そうそうそう、うん、だからそんでもなかった時は言う必要がないかなと思ってって、うん、まあでも別にうちらの舌がね、そうなんだよねどうかは分かんないけどね、うんうん、その中にブルーチーズ入れるってのは、え、この中になしすぎいや、これ共感してくれる人いると思うよ。牛乳か卵かチーズ。なるほど。ラーメンに牛乳も卵もチーズも嫌、はあ、これはもうぐっすりですよ。ラーメン食って寝ました。寝るか。ガチ寝してますね。ガチ寝してますね。見た。ケイト、俺寝るとこないぞ、そんな足広げてたら。ん？寝てた。うん、最高。最高？最後挨拶しないよ。うん。え？挨拶するか。うん。よいしょ、熱。暑いわ今日は。暑いね。いつも北海道夜寒いのに、うん、夏でも嵐の前の静けさかもしれない。言えてない。今日は冬しか来たことないキャンプ場に来て、うん、でも毎週ここでもいいぐらいっていうぐらいだったので、うん、多分通います。そうだね、五右衛門風呂やらないと気が済まないですね、うん、しかもここなら本当今日みたいに私が夕方ぐらいまで仕事でっていう日にパッと2連休じゃなくて、ね、そう、うん、1連休、ん？ 1 日の休みの日でも仕事終わってから来れることが証明されたので、うん、いいわ。これまたやります。デカは？デカいた。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。おじぎしなさい、しま、うん、花火も見れてよかったね。ね、夏っぽいことできてよかった。明日何時？9時から雨予報なので早めに起きたいとは思っておりますが、もう12時です。起きれたら早く起きます。あ、いいね、このランタンやっぱし。チビいいわ。